皆さんこんにちは、あらわらの奥村ひろみです。さあ今日はですね、9月の12日木曜日になりますね。さあ今日は少しね湿度も、気温も落ち着きましたけれども、それでもねまだやっぱり、暑いですね。今日は、うちのメンバーさんと一緒にインターバルトレーニングを行いました。インターバルトレーニング自体がね久しぶりのメンバーさんもいらっしゃったんですけれども、やっぱりねインターバルトレーニングの方が体に効く感じがするとか、すっきりするっていう声をいただいたので、またねインターバルトレーニングしっかりと、YouTube の方にもアップしていきたいと思います。さて、この間ですね質問をいただきました。インターバルトレーニングをするのにどのアプリを使ってますかっていうね、コメントをいただいたので、ちょっと私が使っているアプリを紹介したいと思います。見えますか、この、上からね、一番上ですねの321って書いてあると思うんですけれども、このねタイマーというアプリを使ってます。とってもシンプルでですね、アプリを開くとこんな感じですね。運動時間と休憩時間、あとスタートの3つがメインの、アプリになります。でこの、私はね20と10で固定してますけれども、自由にね運動時間と休憩時間の長さをセットすることができます。あとですねこちらで声を変えることもできます。私がねやってるインターバルトレーニングは田畑式と言いまして、フルパワーで頑張っていただくのが20秒間、あと休憩リカバリーですね、回復の時間が10秒ですので、このアプリで設定して動いてます。シンプルですけどもとっても便利です。で田畑式で検索していただくと、とってもねたくさんアプリがありますし、確か YouTube にもね音楽がついた田畑式ができるトレーニング用のコンテンツもあったと思うので、その日の気分によってねアプリと変えていただいてもモチベーションアップにつながるかと思います。さて今日はですねお尻ですね、お尻のトレーニングを頑張っていきたいと思います。ちょっとね弾む動きもありますが、頑張ってチャレンジしていきましょう。それではどうぞ。さあそれではですね、今日も早速チャレンジしていきたいと思います。頑張ってお尻のね筋肉を意識して行っていきましょう。今日もこちら動画ね、映していきますので、解説しながら行っていきたいと思います。それではいきますね。さあまずは、サイドランジですが、パルスですので、ずっと、重心を乗せていきます。私は左の方が弱いので左からスタートしました。左足に重心乗せますね。つま先お膝正面、お膝の角度が90度になるところまでお尻が下がるといいですね。お膝伸びきる前に下げていきます。 OK リカバリーです。さあ次ですね、グルートブリッジいきたいと思います。さあ仰向けです。さあお膝の真下にかかとが来るようにしますね。でお膝から肩甲骨までが一直線になるようにお尻キュッと内側にね集めてあげていきます。物足りない方はこの、動画みたいにですね、手を肩の高さで上げていただいて、つま先も上げていきましょう。さあ次ジャンピングジャックいきたいと思います。弾む動きになりますね。足を大きくパーグーパーグーしていきます。さあ、動画ではね床を触っていることで強度をね上げてますが、床に触るのがきつい方はパーグーパーグーだけの動きでいきましょう。パーグーパーグーですが、お膝はしっかりと足を開くときに曲げていきますね。お尻を落として内ももに効かせていきましょう。さあ4つ目ですね、クラムシェルいきたいと思います。貝がね開くようなイメージの動きですね。さあお膝股関節90度でお尻の真下にねかかとが来るようにします。かかとは合わせたままお膝を開いていきますね。お尻のね内側にしっかりと効かせていきます。上の骨盤がね後ろへ倒れていかないように気をつけていただいて、両方の腰骨が床に対して垂直です。はい、じゃあ2セット目いきたいと思います。さあ次パルスサイドランジ、今度はね右側ばっかりやっていきますね。
さあ、お膝の角度が90度になるところまで頑張ってお尻を落としていきますね。さあ、ちょっとね、見ていただく方向を変えました。こんな感じ。お膝90度まで落として、胸は前ですね。お膝伸びきる前に次の動きへ入ることで、筋肉にね、休憩時間を与えずに行きましょう。さあ、お尻しっかり下げて。さあ、次、グルートブリッジですね。さあ、先ほどもね、ちょっと説明しましたが、つま先上げたり、手を上げたりがね、辛い方は、つま先下ろしていただいて、足の裏しっかり床へつけていきましょう。手はですね、対角に肩に置いてもらってもいいですし、両手床に置いてもらって、お尻の動きサポートしていただいてもいいです。太ももの裏とお尻をしっかりと使います。お尻キュッと内側へ集めていきましょう。さあ次、ジャンピングジャックですね。さあ、ここは呼吸をしっかり上げたいので、できるだけリズミカルにテンポよくいきましょう。さあ、しっかりとお尻落としていきますね。フロアが触れる方はフロア触っていただくと強度が上がっていいですね。さあ、しっかり呼吸上げていきます。パーグーの動き、早くお尻は深く落としていきますね。さあ、お尻あと1センチ、2センチ深く落とすイメージ大事にしていきましょう。OK、ラストです。さあ次、クラムシェルですね。今度は右足を上にして開いていきますね。さあ今度ね、見ていただく角度を変えてます。さあ両方の腰骨が床に対して垂直になってますね。かかとくっつけたままですね。お膝をしっかり開いて、お尻の内側、奥の方ですね、効かせていきます。しっかりと丸みのね、あるお尻を作っていく動きですね。はい、OK です。お疲れ様でした。さあ今日のねインターバルトレーニングいかがでしたでしょうか。インターバルトレーニングをね行う前ですね、少し体をね温める時間をとってもらうといいですね。あのストレッチで体伸ばしていただいて、それからね少し、軽くですねジョグの時間だったり走ったりとかですね、ウォーキング、できればね10分ぐらいあるといいですね。今日うちのメンバーさん、インターバルトレーニングしたんですけれども、始める前にねランジウォークですね、ランジであのウォーキング体育館の端から端までしていただきました。体育館の端から端って言ってもですね、バレーボールのコートが縦一面に張れて、ジャンピングサーブがね打てるくらい、奥が両方ともあります。そこを往復していただいたので、かなりね太ももお尻もしんどかったと思いますが、ウォーミングアップにはとってもいいかなと思います。少しウォーミングアップしていただいて、体温めてからインターバルトレーニングを行ってもらうことで、体ね効率よく使えるし、可動域もね広がった状態でできるかと思いますので、ちょっとねウォーミングアップも考えていただくといいですね。さあ明日はですね、背中を中心とした上半身のトレーニングをね、メインで作っていきたいと思います。さあ後ろ姿がねびっくりしなくてもいいように、後ろ姿美人になるようにですね、背中しっかりと、作っていきたいと思います。さあ今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。